復讐の街は2015年に公開されたインドのスリラー映画。監督はシュリラームラガワン、プロデューサーはディネーシュビジャンと、スニールルッラーが務め、バルンダワン、ナーズ・ティーン・シッティーキー、フマー・クレーシー、ヤミー・ガウタム、ディビア・ダッタが出演している。2014年5月から撮影が行われ、2015年2月20日に公開された。サウンドトラックは サチンジガルが作曲し、ディネーシュビジャンとプリア・サライヤーが作詞を担当している。2014年12月9日にファーストソングジー・カーダがリリースされ、2015年2月14日にジーナ・ジーナがリリースされた。ジーナ・ジーナはボリウッド・プラネット・チャートで数週間ランキング第1位を維持した。コイによると公開初日に7000万ルピーを記録し、 公開5日間で3億2000万ルピーの工業収入を記録した。公開第3週末の国内累計工業収入は4億8300万ルピーとなり、海外市場を含めた純利益は5億ルピーとなった。ボックスオフィスインディアによると、海外市場を含めた工業収入は7億7000万ルピーとなっている。予告編公開イベントに出席するフマークレイシーと バルンダワン・ドッテン・トマトズには9件のレビューが寄せられ、支持率100%、平均評価7.2、10となっている。ラジャセンは4、5の星を与え、復讐の街はダークでびくともしない素晴らしい映画ですと、批評している。スリー・シカマトは、ザ・ヒンドゥーで、ダークで、野心的、そしてとてもよくできていると批評している。ラチット・グプタは、フィルムフェアで、爽快なパフォーマンス。 魅力的なストーリーテリングと批評している。ニューデリーテレビジョンのサイバルチャテルジーは3.5、5の星を与え、劇中の女性の部別的な扱いについて、女性嫌悪の描写に目をつむることができれば、映画は観客の関心を維持するための十分な驚きを投げかけることでしょうと批評している。ザ・タイムズ・オブ・インディアのモハール・サブは4、5の星を与えている。 インディアンエクスプレスのシューブラグプタは2.5、5の星を与えている。CNN イベンのラジーブ・マサンドは3.5、5の星を与え、映画のペースはインターミッション後に緩み、プロットの工夫は数多く存在し、あなたは女性別視的な描写がされていると主張するかもしれません。しかし、あなたは映画の予曲折がどこに向かっていくのかを知りたがるでしょうと批評している。 ありがとうございます。